けるたい。そうですね。光くんは光も面白そうだ。本当に無事人だったんで。うん。どっちが勝つんだ。無事人のリーダーとして勝ちたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。そしてベガ秋とか言って誰が分かんない。さあ本日最後の相手。まあ元々はイブシギンということでこのかける選手が相手ですけれども、どっちが勝つんだこれ。まあとりあえず今日も全勝、したいし、まあ別対戦相手関係なく勝ちます。ありがとうございます。頑張ってください。どんな試合になるでしょうか。どっちが勝つんだろうなこれ。第5期トパンがチャンピオンシップ。いや不損じゃないよ。光くんは多分喋ること内容はないんだけど強気に言いなさいって言われてるから多分言わされてるだけで嫌なやつじゃなさそうだもん。動画動画相手を見てない感じします。抜きさんは不損です。抜きさんは不損でキモいだけです。光る強いなんか優しい子だけど、まあ、ちょっとちゃんと強気に言いなさいよって言われてそうだ。ケツ叩かれてちゃんと煽るんだよっつって。でもあんまうまいこと言えないんだよ多分若いから。豪気なんだ。豪気は上から行くんだけどどうなんだろうね。キャラコロはちょっときついと思うんだよな俺。だからやっぱりそれ来ると俺キャラコロするんだったらじゃベガいけないんだ。ベガは秋無理なんだ今ね。やっぱストシックスってねなんかね2個キャラ持ってるやつが強いけど両方とも連動が高くないと意味ないから。だってそのキャラ差があんまないから。明確な残儀ダルシムみたいなその明確なキャラ差があればいいんだけど、そこはなくね。49対51を多分50対49にしてるぐらいだからあんま変わんねえんだよ。だったら連動考えたら多分1キャラずっとやった方が40、1キャラで49で真剣にやった方が多分強いと思うんだよな。時間が足りない。俺的には2キャラ使うべきじゃないと思うな今は。てかこんだけ調整良くなっちゃったから。 SA ゲージ2つを失ってしまいました。かける苦しい状況。インパクトこれは画面端に届かず、なんとか助かりました。やばくない。歩きすぎた。うわー止められない。カウンターそこから SA3。 まあこれか光る数の止める意識がすごく高いプレイヤーなので、それを逆手にでしたね。ベガンを見といた方がいいな。一回ぐらい。パンチがね本当に速くて。一回ぐらいベガン見といた方がいい。これ七先あるから連動。しかもそこから理解力を見といた方がいいね。ベガとか。はい。ベガに対する理解力を見といた方がいい。百鬼豪人とにかく触って崩し続ける。この展開はかけるがつっているぞ。止めてる。止めている。さあここも SA ゲージは一本あるぞ。うまいな。名殺後波動残りはしている。入れ替えられればですが。ラッシュで打撃はついに通った。さあしかし SA ゲージは一本溜まっているぞ。インパクトは一応返せますが100機ですぐさ前に出て100機でさらに上から行って投げ抜けを誘う展開。かけるが攻め切りました。やっぱり上からの展開をすごくなんか今見た感じそんなに豪気に対するなんかじゃないな。全然いけてそうだな。結構豪気めんどくさいんじゃないか。秋もしかして投げを2つから暴れてる。アシュラでおなんか怪しいやつ。後ろに投げるラストダイバーでかい。 SA ゲージは1本残ると判断して竜巻起き止め。バックステップかなり経過してる。うわーラッシュから投げ、まあ、バックステップ経過してるね。ここも投げていく。光バックス多いからな確かにな。ここ光が画面下の守りとして、投げに出するバックステップをかなり対応するじゃないですか、序盤でもしゃがみ順番重ねまくってみたいな感じでよく視してますね。感じしますね。ダメージを与えていきます。かけるしゃが中しゃが中やはりこの大きな火力を持ってすればおっとおっと、おこれ無理だろ。行くの？弱小竜マガツキ完璧。行くの？行かないでしょ。終わるか。コンボ判断も。終わる？さすが。うわあ。減る。減りましたね。いやこれ減るんすよ。へえ。あんな減ると思わなかったね。すごいね。めっちゃ減ったね。で画面足の動きは軽い。これかける勝ちそうだね。ただなんかこう様子見の時間。それ秋戦に対する連動が高いね。常に触りに行くスタンスを取っている。その豪気とベガの連動自体はもうストシックス星人だからかける。どういう風に対応するのか。そのこのキャラに対するベガで開けてるね。だから逆にその連動低いって言ってごめんなさいだわ。連動高い。このキャラに対する豪気戦がうまい。なんかもう単純に。だ秋に対する豪気の連動は高くなってるから。数分前で光るかつて言ってた。だからごめんって。っていうだって連動高くね。ている、うめえわ。ただやっぱり残酷謝りを誰もやっただろう。いや一回難しい。そうっすね。一回謝ってまだ謝るっていうんかお前。そしてもうラッシュで、まあ、潜りごめんなさい謝れって言われたら俺
回も多いと思うんです。謝ったでしょうが、今謝ったですけどってなるだろうが。この OD の飛び道具、支援法っていうのが打てない。謝れ。その上から100機系で被されちゃうんです。謝れ、謝ったことに対して謝れって謝れ。謝ったんだから。俺もうすでに謝れよ。もうやはりしゃがみ順番に。この逃げ方やね。この逃げ方。ダメージ重視の展開。いやー、この逃げ方がなんか強引に逃げそうとしてるから。竜巻昇竜のオーゲージよく見ていた。いや、これキャラ代だね。光がやっぱ頑張ってラッシュで押してちょっとスペースできたところをうねうねしだすから、そこに対する100機で強引に美味しくいただくっていう。これ人目入ってるね。離れたらうねうねするっていう。そう、結構飛びと残空と100機も離れたらそこ多いね。それ指導技にしてるわ。ドライブリバーサル。ここはヤッキーダコで潜り。だから起き出したね。離れてうねうねすると見せかけて上に起き出した。光もこいつ離れて毎回出る。僕のうねうねをさせない、この悪魔許さない。これはもう余裕のリーサルでしょう。画面見ずに起き出したんだ。対空紐。この上からの動きには苦しめられています。相打ちなら繋がるぞ。しかもタッチキックにしてる。さあかけるはどうする。ゲージがない。歩きガードジャストバリー返した。これはレベル2絶対使うな。これガードバウンドしないか。あのジャスパだからしないか。それでも使ってできる限りのダメージを与えてきました。まあ、しかも毒の持続ダメージもありますもんね。パリうまい。した一気にきついぞ。あー、飛び越えられず。これ光が勝つわ。うん、これ光が勝つ、ね、やっぱ連、やっぱ連動が足りてないわ。うん、秋に対する連動が高いんだけど足りてない。高いけどね。うん、これ光が勝つわ。足りてねえわ。できてない部分が光君的にはネックなのかなっていうふうに思いますね。そう思わせたかける。お前謝れ俺に。一回でもお前な連動高、連動高いと思わせた俺に。謝れ、かける。変えている。ドライブゲージの削り合いになりましたが、光が。やっぱキャラこの手わかんな。に対してドライブリバーサル。いやー、かけるのドライブゲージはなくなって。ほらきついぞ。ほらこれずっと有利。どこまで絞り取るんだ。で俺削れない、削れてるのがやばいよな。ケリケリが。あのケリケリが削れてるのかマジでやばい。削れてんのケリケリが。高いです。やばすぎるあれ。終わるか。S ゲージを使えば終わりますね。いつまで傷ついて、これいらんかったんじゃん、ワンちゃん。いつまでそば降りてこんのだ、あれ。ストリートファイターか、これ。ギルティじゃない、これ。空いてません。はい。まあ、もう間が。これはもう屈指の、はい。バーと最強。全然降りてこんまや。ドライブゲージは少ない、かける。やっぱ端っこはギリギリ来るから、全部100ギリでいいと思う。正直、見てんかった。うわー、ラッシュチューパン、うまい、そこは。今の本当にいい選択肢。これで削るぞ。危険なんじゃないか。ここはタッチ攻撃から。ブルーンしてるんで当たっちゃうの。当たっちゃうんだ。ダメージは高いが残っている。いや、ただ、はい。手段が電池。するかも。削る。インパクト。そうね、そうね、そうね。溜めた。溜めた。ブルーラッシュして削るから入れ替える。出ます。さすがでございます。中盤ケリケリが地味っていう風に言ったんですけど、はい、中盤うまく抜けましたね。抜けましたね。これは橋との距離が遠かったのが良かったですよね。そうですね。運送されなかった。ここから毒がついて強者答弁爆発コンボから毒設置ラッシュから中段を終わった。鏡スタート。これが決まりで。流れがあれ今の話の展開だとカケルが勝ってやっぱカケルの連打高いわっていうのがいい流れだったと思う。配信で光がやっぱ勝ちそうだなこれ。俺がカケルに謝りたかったのに、ね、謝れねえなこれ。ここはネックだと思いますが。いやあ、や対戦機のくぐり。弱詐欺飛びもある中で、まあ、私これは自動化されになるというセットプレーでした。ただこれカケルしっかりガード投げ抜け。ああ無理だい。これ削りたい。うますぎる。なんだそのモーション。光のドライブゲージは少ない。追いかけるかける。うわ、これでマイクのお前が。ラッシュから投げ。これはマイクが見つかれたか。てか、これ削り。ドライブゲージが危ないぞ。じゃ答弁か。あ、いやあれですね、蹴りの方なんで。多分うわ、中段来た。フェイントのあのジャックの移動技を使ったんですけど、波動が入っちゃった。ああ、もう削れないこれは。いいパリだったね。体力リード。あれ100機投げだったらうまかったね。
体力じわじわと奪っている。ここでジャトメンダッシュ投げ。ああ死んだかな。残り。死なんか残った。フィントかけて。ジャスパ。うまい。うまい。いやこれオーディハードやばいかもしれない。うまい止めた。ダッシュ止めやはり高い精度でかけるを考えています。使わない。ダメなし。うわやはり落ちない。使わない。これもある。有利。オーディサンクもある。さあバウンドしながらの展開だが。有利。チョップして投げて抜ける。有利。さらにはオーディジャケイコ位置が入れ替わってお互いにバウンド。有利勝利で。オーケーうまいね。ほう。うわーええー、何で。やって。インパクト。これがどうなる。いや、マウントは回避した。うわあ打ってる。投げをした外資クリティカルアーツ。さてこれ2本減るからやばい。バートする。大きには相当流れ込んだ。でも SA あるから。うーお減る。バートも危ない。アビルパリ宇宙ランカーズ出る。ただバートまたセーブしてしまうか。押し返したい。ためはずから100機下段有利。押し返し。なんとか返した。なんとか もうバートしのいだ。やる。抜ける。次は抜けないと思う。俺もう一回投げていいと思う。あーでもたぶんない100機でうわ100機でうわそこ100機フェイントかやっぱ100機は機能してるやっぱ100機能してるねいやーそうっすねかけさんすいませんいっぱい打ったいや足りてないって言ってすいませんレナ足りてましたすいませんやっぱかけるさんからうんやっぱかけちゃん勝つねこれやっぱストジック星人って言われてるやっぱかけちゃんが僕はずに謝ろうだ謝っただろうが謝っただろうが今謝ったのに謝れって言ったやつまあお前謝る全員ですけどやっぱりこう手前謝れに負けてしまう選択肢にもあったりするので謝るやつ。出せてないっていう印象ですよね。俺謝ったのに謝れって言ったお前。いや謝れ。持ってました。ごめん。謝れっつってんだよ。ラッシュから下段で入っていく。ここはかけるも中足ラッシュ。崩していきます。オーディシェンフォー。チュイン。ジャストパリ。ラポンタやクリストラと。パリの申し子。チュイン。かけるのジャストパリ。ごめん。謝れっつってんだろ。ラポンタてめえ。ガードの上からマウントを狙うようにかける技を重ねていくがうまく今日のジャケイコ移動技これを使って画面端を回避してさらにうわラッシュさあどうするこれゲージが空き回避すごいよすごい時だったああいいってくって止めた距離が近いフラッシュから中パンチうますぎるそして画面ああこれ橋だけ限定うまいねうまいね連動高いねオーディ残空波動画面足追い詰めている。やばい。投げて入れ替えて、バーンとか危ないぞ。これ危ない。削られる。危険な状況をかける。そして100機はかなり見られているが、ジャンプから。いや、これで上からドスンか、バカーン。使いながら。うわ、そして100機系。うまい。え？倒しきれないと判断か。めくってもピョンキした。おお、ピョンキ。ピョンキを取り回ってかける。笑顔を見られた。光怒ってくれ頼む。光切れろ。いい加減切れろよ。光の怒ったとこが見たい。冷めましたね。かけるがどうやって怒るんだあいつ、うん、ただやっぱり通常技タイプのキャラは頼む見たい光が切れてるとこ見る絶対切れなそうな何言うんだろう怒った時何て言うんだろう切れた時何て言うんだろうな光が言いそうなことてめえらちるぞとか言うのかな絶対言わなそうなセリフ募集します中足ラッシュでやはりかけるのこのラッシュ止めの判断非常にいい怖いさあここはドライブゲージ踏んだに使ってあゲージ使ってやばい大丈夫か光もボタン押していくインパクトおお避けれんのマジです毒もついてるんでめっちゃ伸びてるめっちゃ余裕余裕そんなルートがこれ毒でじわってじわってじわって残るただ削りがあるぞもう毒が素晴らしいこれも結構リサルあるんじゃないのこれリサル今日からまあリサルじゃなくて打つわドライブゲージを回復大パンも重なるので、うん、展開人としてはすごくいいです何を選択するか歩いていく暴れてるこの子ユーリユーリからラッシュうますぎもうチュアスタートがちょっと減らないでもまあバードしちゃう SS3 より若干置き詰めまだすぎり弾ラッシュ弾バウトこれってこれって終わったこれってジャおい勝利はユチこれを狙っていたやるなるほど笑ってるごめんなさい
かけるさん、そうですね、かけるさんごめんなさい、かけちゃんごめんね、なのでそれも認識し、レンド低いっつってレンド高いね、今相打ちいいっていうことだね。コパンで相打ちだったら体力的に間に合うけど、勝利だったら相打ちで間に合うっていうレンドだね、レンドだね。勝利の割り込み受けながら押し切りが見えていた、中央近い前からですね。謝罪と連動と値千金しか言わない。ヒカルがチャンスを作る。そしてラッシュ投げ置き攻め。それのメドレーだからね、俺の。ちょっと遅らせて。メドレー。あとリス、あと緊張と緩和。緊張と緩和。連動だから。値千金入れといて。メドレー。パーリー。ヤッキーピー立ちぐらい。竜巻。ゲージも溜めながら。あー痛いな、すごい。ちょっと安かった弱小。大竜巻。おお最速中足。さあかける6勝。6対3。ついにですか。かける、ま、かけちゃんに謝罪まであと1勝です。さあ光る、これちょっとあれだな。どう逆転。初めて負けるか。まず3連勝が必要です。おできました、出しっかりタイクバウンド。うわ強気にいった。これ勢いがあるな。ヒカル止めるのか。ここ来た。このコッシュもクローザーだから。ジャンプ。これ使って最後行くっていう。そのクローザーの、クローザーだよこれは。一気にかけるが。このコッシュだと相当強くなるから。作っていきます画面足。弾速とかね、あの全部変わってくるから。変化球とかね。そっか。オーディザンク。ラゴ。ちょ初見だと潰しにくい。置き攻めは投げ。リーチャーかかってる。これいいやつです。球低いよ。ヒカルどうする。あ低いねこれ。低い。低い。それは低い。すごい圧力だった最後な。最後圧力だった。これは強い。かけるさん勝ち、ま、勝ちました。おめでとうございます。いやなんかこう空き戦のお手本というか、ね、低かったね。相性っていう部分も気にしながら、はい、合気っていう選択を。球が低い。っていう風に。もちろんこの光も。かけちゃんおめでとう。そしてごめんなさい。上を行くじゃないですけど、駆け引きも回してます。そうでしたね。豪気、秋は豪気いけるっぽいな。やっぱ最後まで100機対応できない。やっぱ100機きつそうだな。苦しいことするっていう。そうっすね。やっぱりうまく。あと端っこで波動拳とか離れてうねうねとか OD 弾打ちたいんだけど、それを100機で上強引に上からいけるっていう。でそれに対するそれを打っちゃった瞬間にうねうねから EX でシュンって逃げるしかないんだけど、 OD でその下をね。そうするとゲージ的に枯渇しちゃうっていう。だからこれだとさすがにそのままだとまずいね。でも本当上たまに上ひもやってたじゃん。あれやんなきゃダメよ。あのフードのポイズンみたいな。これやんなきゃダメだよ。これやってもう100機つって100機ダメだよって見せとかないとダメっぽいね。